折、高島、行く。なんとか抑えたかもっとともとれ。4回から系統やな。ビッグイニングだけは勘弁取って取られてでも連れろ。バーヘイゲン懲罰交代させられたわ。ボーナスステージ終わった。高島とか北海道出身ってだけで投げさせるのやめてほしい。イケメン売りとかもういいから、だんだんニパ顔のいかついやつ集めてほしいわ。こんな動いてる試合で1点取りに行くって立浪レベルやぞ。飛ぶボール鳴ってるな。これボール変わってるやろ。 W 今日は完全捨て試合の予定だったろうに、打線が頑張ってるから系統が難しくなってきたな。明日以降も考えると中継ぎ温存したいけど、とりあえず今は目の前の勝ち優先で頼む。大里粘って粘って四球をもぎ取る。マジでいつ勝てるかわからんもんな。てかもう二桁安打してたのね。もうちょい考えててや。あ、穴がれ向こう行ってもたわ。ご視聴ありがとうございました。